はい、どうぞお確認してくださいませ。もう少しだけお時間頂戴いたします。あ、弱ったらええのにどうもだられるお目当ては私じゃないのに本当楽しいこの会話、もっと副住職東洋洋華さんに出番を送ってもらいます、まあ、はい、さて先ほどこの天理和順というこの仏教のお経の本になりますが、そういう世界が仏様の教えを実践していくことによって人々の心が変わってまいりますし、やはりこの大自然と人間というものは全然別物じゃないんですね。別物だと思っていることがおかしいんだ。これガイアという言葉なんですけど、ね、だから人間の心が高まれば自然のお守りも大きくなってくるというか、そこの心が、まあ、今置き去りにされましてね、特にヨーロッパからの思想が入ってまいりまして、何ですかね、難しい哲学者の名前の人もなんですけど、ホイエル・バッハという人はですね、昔は神が人間を作ったのか、今は人間が神を作るというようなことですね、非常にその不尊重ですかね、そういうようなことを。それからね、フランシス・ベーコンという人は、この方は、ね、自然というものを征服することによって人間は幸せになるというようなことを言いかけてね、それが日本に入ってまいりました。まあ自然破壊がすごいですよね。その自然があって人間があるんですよ。自然に生かされとるのにね、全て自然に生かされとるわけでしょ。それをそういうふうな発想のもとに進んできたということがね、現代のこの教育の中にもそういうものが色濃く入ってますよね。だからそういうような人が出てくるという、お互いにも愛を失い、慈悲を失ってですね、ギスギスイライラしたようなね、いじめやなやかんとね、かわいそうに自殺するような方が出てくる。最近もあったんですよ、相談に来はったのが。せっかく大学の連戦まで育てた立派な学歴の本がね、東京でありましたけども、こんな話する時はなかったんだけども、その本から言うたら、おじいちゃんがね、がんで病気で、そのことでご両親が相談に来はったのか、違う、うちの息子が死によりまして、もう就職間近でね、就職試験に失敗した、仕事就職試験に失敗したぐらいでね、まあ、いろんな他の事情もあったんかもしれんけどね、どうぞね、それは人間のことやから、この世の中は行き詰まることや、心配なことや、悩みましいことやいっぱいありますわ。なかったら嘘ですわ。みんな持ってますわ。わ、色変わるよってね。その家、みんな違います。だけどね、必ず脱出する道はあるんだ。出る穴のあるに障子のトンボがなってるんです。出る穴のあるに障子のトンボかな。トンボはね、ポンポン、ね、ガラスを叩いとる。入ってきてないから出るとこあるねん。せやけど、それが分からへん。だから、もんもんついて死んでしまう。必ず出るところは、この世界からでも、もっと高い世界にも抜け出ることができますからね。だから、どうぞ、まあ、これから社会に向けて頑張ってくださる方は、ね、決してそういう思いにならなくても、神様の教えを行使しておったら、必ず解決がね、仏様の方から与えられるんですよね。そういうことを、まあ、お話ししてあげる間もなく、その方は言ってしまいましたけどね、もうじきここで満注意なさるんですが、まあ、そんなことでありまして、まあ、非常に生きづらい、こういう社会になってまいりました。物も豊かでね、科学も発達して、思うんですけども、そうはいかないんですね。ばっかそこに一面ある。それはね、阿弥陀経の中にね、先ほどの経の中に出てるんですけど、法職って出てくるんです。これからの時代はね、お釈迦様がお悟りを開かれてね、時代が下ってくると、5つの濁りがね、五条と悪世って言うんですけどね、こういう世界がやってくる。
その最初にね、公助って出てくるんです。まさにこのお釈迦様が予言なさったようになってきてますわ。公助ってことはね、時代が下るにつけて自然が人間に優しくなくなってる。自然が人間に優しくなくなってる。今その通りでした。もう最後にどんどん続いてるっていうのはね、ここですよ。そしてね、この公職が出てくるのは何でなのかというと、その下にね、公職、賢職って出てくるんです。賢職、これが元になってるんですよ。公職、賢職、日頃ね、賢というのはね、私たちのものの見方、だから人生観とか世界観とか自然観とか、ね、生命観、そういうものが濁ってきてるっていうんですよ。今のね、今の時代を指導しとるこの思想というのはどういうのかというから、やっぱり科学によって、ね、推進されている。だから科学というものは人間が最高やと、こういうもとで進めている。人間が分かるものが全てやと。そんな分かるものみたいに知れてますのよ。知れてるのに、ね、それで全部判断しようとするのね。だから行き詰まりますよ。この科学のことについてお話しするとちょっと時間がないのでね、また機会があると、うん、この賢治の人生観の生き方もそうですけどね、これが狂ってきたらどのぐらいのような状況が出てくる。公助、賢助、煩悩助って出てくるんですけどね、これは煩悩がものすごく大きくなってくる。煩悩助って言うんですね。そしてね、この煩悩助の時代が来たらどうなるかって言ったらね、悪いことをしても悪いと思わない。今の反対そうでしょ。悪いことしてても悪いと思わない。だから悪いことが悪いと分かったら、もっぺん反省して立ち直って次進むことができる。悪の自覚がないってことね、これはもうね、今の犯罪でもみんなそうでしょ。なんでわし悪いね。今日もあの朝から私車を置いてもらわない。よその車無断で入っとった。無断で入っとったから紙に書いて駐車禁止って書いてあった。いわゆる一宮の環境でした。怖いおっちゃん出てきてね、怖いおっちゃん出てきて、どらられるのかな、こんなとこ置いてありまへん、こんなことして貼ってもうたら困りますわなって向こう言う。こんな貼ってもうたらセロテープでもう肩戻ってて、そんなおかんといたらいいかな。謝れ、先に謝ったらいい、謝れ、相手の悪いことだ。こんなとこへ貼ってもうたら困りますよ。浮かんといて、ちゃんとあなたがね、お世代に置かせてくださいって言ってくれたら、お母さん下げる。そんなあんまり、まあ、1からもう10、それでそんな状態ですよね。ですから、このものの考え方というものが今、本当におかしくなっている。ね、もう死んだらしまいやから、もうね、パーッと行ったら死んでしまいやないか。ね、誰でもよかったっていうことを言うてやね。ね、そういうような考え方がもうどんどん出てきてるでしょ。そういうところにね、一つの今は、まあ、なかなか、しかしこれもね、後戻りできないような状況であります、ね。ですから、こういうところからね、私は、この間ね、こんなことを聞かせてもらう。あのお坊さんにね、この頃の時代はね、この頃の時代は、これ知ってはる人あるわけね。三岳主義の時代になりました。三岳主義って知ってはる人いない？よかったな。三岳主義。一つ目は今の人ですよ。全体にそういう、ね、その流れてる心がね、今だけ良かったね。2番目にはね、まあ、一つちょっと説明しますけど、2番目には金だけ、ね、3番目にはね、自分だけ、こういうね、風潮がどんどん広がってきてる。まあ、今だけって言ったら、あの林先生が今ですよって言ってはる。先が見えない。
今やってることが未来につながるということがね、知らないね。だからもう切な短絡的にそのいろんな物事をやってしまう。その結果、自分がやったことがどれほど人に迷惑がかかるかとか、それからそんなことをしたら自分がどうなっていくのかとか、そういうことも考えない、ね、自分の家族とかね、そんなものを考えるのも衝動的に今だけだから、それはね、こういうのはね、人間がね、畜生になっている今の時代。人間が畜生に変わっている。因果というのはね、今から日本の先かまでしかわからない。因果は。ネズミはね、ネズミさんはね、20秒先のことしかわからない。私も、5秒前のこと忘れてるんですよ。どこ置いたか。恥ずかしいこと言わせた。物置いたか。これはあかんな。人前に出るわけでは、出るべきではないというふうにね、ちょっとぼちぼちね、自覚しておるんですけど。犬は任務先のことしか分からない。だから、旅行に行くからな、今朝3日も置いといたのと言うてるんやね。ああ、今日はよう行進だもんな。食べてやったら、別に。人間やったら、3日間、お母ちゃんおれんじゃなって。お母ちゃんおらへんから、6回に分けて、もし食べたらええになっていうのは、人間はこれできるけどね。ネズミやったら20秒先のことしか分からへん、ね。だから今やったことはもうどうなるかと分からないなって言った仕事は、人間が畜生化してきたって。だから親孝行も知らせんようになってきますわ。もうお釈迦様が言うてはる。もう年をこう年月ね、後になってくるほど親孝行しなくなる。それは先は見えない。今だけはやったらよかったらええんや。今だけになってくる、ね、自分若くにはね、どれぐらいお母さんに、ね、お世話になって、お父さんにお世話になってや ね今ここにあるのかというようなことが分かったら、非常に人格的に優れた人になるわけでしょ。そういうことがないの。ちょっとあの宮沢賢治さんの詩をこれちょっと昨日読んだけど、すごい宮のご両親に対してのお仕えする心だと思う。だからあの歴代の祖師と言われる方、法然上人や親鸞さんでも全てものすごい親孝行、親孝行も親孝行。それは誰かというと先が見えてあるからね。過去も見えてるし、過去どれだけあのお世話になって自分がここにおるか、将来ね、自分がどうなっていくのかということ、先が見えてるからね。だから早くおせずに乗れないな、そういうことなんですけどね。今は今だけや。だからもう聖徳太子さんをね、聖徳太子さんってすごいお方ですよ。あの私は大好きと怒られるけどね、本当に尊いお方です。和国の釈迦っていう場で言われた、日本のお釈迦さんと言われた。わずかの年数でね、仏教をマスターして、正満行、それから法華経、唯満行というこの3つの経のね、注釈唱歌が三経理祖。これがまた中国の方というのはお経のように扱われた。大天天才ですね。その正満行の中にね、正満行の中に、こういう言葉があって、非婚ゼオン、非婚ゼオンを胸となせた。胸となせね。この胸というのは、ね、一番大事なところです。胸というのは宗教の宗教、宗教の宗教で一番大事なところ。この胸に通じるね。胸の中には一番大事なものが入っているから。ね。非婚ゼオンを胸となせってどういうことか。あんまり近いところばっかり見とったらありませんよ。遠くを眺め、ね、近いところにあるものだけを求めておったらか、もっと長く遠いところを眺めなさいという、ね、ではいけませんよという、それを考えなさいという、今だけというのことを言ってたからね。そらしいよ。こんなんもう遠く眺めたら、私らもう30年間もらえる。もらえる。これからやっぱりまだやはるけどね。30年先に言ったその時のことを思って今どう生きるのかということです。
かね、生き方を考えていくというんですね。ということで、聖徳太子さんがその自分で、だから今は大事ですよ。今、何て言ったって今、今しかないねんから。だから今しかないねんけども、その今が将来につながる今だということですよね。過去から来たまた今であるということ。それは今、今しか、これはね、お釈迦さんのお父様にもあるんですけども、こんなことは、一番知ってる言葉ですけどね。現在無体、神無体、無体って言えないよな。今ね、神無体。これは、ライプニッツという方はこういうことをおっしゃったようになりますけどね。現在無体、神無体です。かというのはね、これ過去のことです。身は未来の。もう過去は過ぎ去ってありませんわ。な、過去は過ぎ去って。その戻られない。過去は過ぎ去ってない。未来はまだ来てない。あるの何が来てたら、だからないから無体。現在だけが無体。今だけがある。今だけがある。だけどその今というのは、今というのは、将来に続く、今こういうふうな仕事、ね、心でもって、日々を送っておったら、将来素晴らしい世界が開けてくるわけですよ。そういう意味での今やな。という、まあ、いうことでありましてね。どうかまあ。その次にはですね、金だけ。まあ、トランプさん出てきたらひどい悪いな。アメリカンファーストでもうめちゃくちゃやな、もうね、やることがね。まあ、フェイクニュースとか、もう平気で嘘を流したりとかね、世界中がもうほら混乱しますで。あ、だから、日本でもな国民総生産に言ってもお金ですよ、結局は。物ですよ。物、ね、で何でも判断する。そしてもな、物を作ったお金に換算するということだから、自分の子供が死んでもですね、何でも皆お金で、お金で判断するんですね。素晴らしい芸術品であっても何でもあっても皆お金で判断する。あれ何でも鑑定団もそうでしたろ、まあ、今何でも鑑定団見てますけど、そんなこと言う見てますけどね、値段どれくらいするのかなってね、とかあかんね、あかんねそれ見てますけどな。あれもそうでしょ、結局何でももうお金で換算する。人の心さえも皆お金で、それ一年そうでそうし、そうしなければならん、まあ、社会に、ね、制度になっているということもありますけどね。あの交通事故でもそうでしょ。私の知り合いのお嬢さんの大変な目に遭わはったわ。はじめ相手が謝ってはったのに、知らん間にひっくり返るっていう、莫大なお金をね、要求されてますから、お金をね、まだその続いてますけどね。ただ何でもこのお金で、解決しようとする今の社会ですね、それ当たってますよ、彼だけ。その時3番目にはね、自分だけ、自分さえよかったね、人どうでもいい、それは自分の我欲、欲望のためにはね、自分の子供でも殺すんや、そういうことは勝手になかったことや。車の中にほっといてね、出てきたら死んどったっていうことはね、もうなすよくありましたが、ね、だから自分の欲も我欲、我執って言いますけどね、自分さえよかったらええと。それに対して小畑さんっていうかな、あの人なんかすごいのかな、反対、反対に入る、ね、スーパーボランティアと言うんです。できませんで、私はとってもできないです、ね、本当に尊敬するとおかしいやね、あんだけの方ができるっていうのはね、もう生活すべてをその人々のために、全く反対や、自分より人様のことをやる。しかしね、ああいうことに一生懸命になるということは、徳を積むことになりますし、それは素晴らしい世界が開けてくるし、またそれに大きな喜びがね、喜びが生まれてくるんですね。自分のことで楽しみにしてるものがね、案外聞いてしまうんです。なんかごちそう言われてもね、ごちそうこのバイキングでね、あんたな食べきれんもようなもん取ってきてな、食べきれない、取ってきて食べてね、
もうしんどなろう食べてね。ね、帰ってもうまたしんどなっとるよ。な、旅行でもそうでしょ。ちょっと行って、ああ、ちょっとやったなあ、言うて帰っていったらいいな。やっぱり家はよかった。なんといたらいいの。ね、この我々の人間の世界の喜びっていうやつはね、それは外人ですよ。そんなに旅行も行ってくださいよ。外人も行ってくださいと結構ですけどね。ただそれはそこまでで、清らかな喜びは残さないんですね。本当に人様のためにするとか、仏様 にこういうところで去年帰るはずでは気持ちよろしいで、お寺の大本さんの前に行くわけやから、それはすがすがしいもんです。これはね、命終わってからでもそれついていくよ。心に相続、魂に相続するもん。そういうものを積み重ねていた。徳を積むことになります。でも徳というのを言わなくなります。徳を積むということは大事なことになるんですけどね。大畑さんには感心しますな。でもね、みんなね、トランプさんでもアメリカンファーストでみんなもうこの自国中心でね、自分だけ、自分の国だけが、自分だけが良かったらという、これはそういう根性になりやすいんです、やっぱり人間一番。当然そうなりやすいんですよ。それはね、なんぼ言うとってもね、隣の家にね、大きな蔵立ったら腹立ってもねや。うん、その蔵がね、こぼれる音を聞いたらね、ウイスが鳴くより聞こえる声がええって聞く。人のその幸せより、ね、人がうまくいかないことの方が喜ぶような根性で人間ってみんな持ってますわ。私自身もそうですよ。持ちまへんか。みんなありますわ。いやらしいな、私だけどね、そういう心をちゅうの。それはその隣のボンベな、超一流の大学で入学した。うちのもんやな。そんななかなかよ、本当に心から喜んであげたらいいんだけどね。まあ、そういうふうになれたらありがたいんだけどね。これはね、ニューギニアという国のね、原住民。原住民はね、芋を作るんですよ、生徒芋ね。芋を作っても、その芋はね、その作った芋を自分で食べへん。自分で食べない。どないするかって言ったら、自分のその芋は、あの人に食べてもらう、この人にも食べてもらうって言って、そして作る。丹精込めて、あの人に食べてもらう。それを喜びにして、作って、ね。そしたら、マークした人。そしたら、次の人は次の人で、自分以外の、この人もこの人も。結局、自分もいただくわけ。自分がまたいただくことになる。そうしたら、こっちから行った人がね、そんなことせんとな、自分で作ったもん自分で食べたらよろしいやねん。な、自分で作ったもんやから自分で食べたらよろしいやねん。そんな、言うてね、恥ずかしい。恥ずかしいって言われた。そういう国もあるんですよ。日本の常識はね、日本の常識で全部照らし合わせてたらね、そういうことは見えないですけどね。ということでありますね。そこでね、どうぞ私、今日もう一つ、この資料でね、お渡ししています。もういつもお旦那さんは読んでいただいたと思うんでありますが、そこでね、一番お口のうどんの耳がしてたらいいでしょう。ありますか？ありますか？ありますか？見つかりましたか？ちょっとこれを読ませていただきましょうかな。これからの生き方としてね、まあ、一つ大きなこれ、まあ、これをお配りしたらね、割合反響あって、まさに、よろしいんじゃないかなという時があるんですけどね。ちょっと読んでみましょうか。本年2月、よろしいですか。本年2月、臨時の副住職が、千代院の阿弥陀堂で結婚式を挙げられました。千代院で結婚式、ありがたいですよ。どうぞ、まあ、考えてみてください。ちょっと遅い人に分かったり、まだの人になる。ね。子供3年です、孫さんになるんですね。その後、ホテルで披露宴があり、祝辞を依頼されていました。そこで、昨年87歳で亡くなられた詩人吉野博さんの
祝福婚家という詩を送らせていただきました。紹介させていただきます。祝福婚家、これ本当にこのまま言ったらありがたいね。二人がむつまじくいるためには愚かでいる方がいい、賢い方がいいとちゃん、愚かでいる方がいい、立派すぎない方がいい。みんな立派になりたいと思ってますがな、賢くなりたいと思ってますわ。反対意見、立派すぎない方がいい。私はそうやと思いますので、愚かな方がいいと思います、うん、立派すぎることは長持ちしないことだと気づいている方がいい。みんな両方立派やったらどんすぎますがな、わしの方が立派やぞ、わしの方が立派やぞ、前より立派やぞとなったら、もう立派同士の喧嘩になります。完璧を目指さない方がいい。みんな完璧目指しますのよ、なられへんのに完璧目指す。完璧なんて人は言いますよ、完璧なんて不自然なことだと嘘を吹いている方がいい。あんなも完璧いんないよ、いるかいなと思ったらええよ、ね、ちょっとね、ちょっと完璧でない部分の余裕があってもええってことですよね。二人のうちどちらかがふざけている方がいい。両方の真面目で硬かったらしんどいわな、うん、両方とも真面目やね、とにかく時間きっちりでゆっくりで、ゆっくりしゃべゆっくりしゃやったら、そんなもん電車運転でしゃないわね、えそれはあかんわ。また両方とも気ぜわしいもん、上司やったら慌てていったりする、交通事故に遭わないしね、うん、どちらかがふざけている方がいい。ずっこけている方がいい、ね、ずっこけている方がいいや。互いに非難することがあってもそれはありますわ、ね、自分の思いがみんなありますからね。それにかなわんかったらやっぱり相手のせいにしたいというところは逃げて出てきますわ ね。互いに非難することがあっても非難できる資格が自分にあったかどうか後で疑わしくなる方がいい。それは自分自身をしっかりと結べとるわけですね。自分の至らなさ、自分の至らなさをしっかり見つめているということなんですね。正しいことを言うときは、今正しいこと言いたいね、これは正しいぞと、その尺度でね、ものを言いたい。正しいことを言うときは、相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。だから正しいことを言うときはね、ちょっと8分目、7分目にしとったらいいんですよ、うん、聞いてる方もしんどいわ、まあ、正しいこと、本当に正しかったのねと気づいている方がいい。立派でありたいとか正しくありたいとかいう無理な緊張に色味を使わず、ゆったり豊かに光を浴びている方がいい。ありがたいですね。健康で風に吹かれながら生きていることの懐かしさにふと胸が熱くなる、そんな日があってもいい。そしてなぜ胸が熱くなるのか、黙っていても二人には分かるのであってほしい。これも新聞の方にね、私はこの詩を送らせていただいたんですけどね、この詩は、もう続いて私の文章ですけど、この詩は今静かな文を読んでいます。何気ない日常や光景の中に人間の弱さや不完全さや優しさ、他者と関わって生き方が読み綴られています。現在は自分の考え方が是であり、多様な見方考え方を認めようとしない社会となり、寛容さをだんだん失ってきています。だからイライラビスビスしているのです。自然が失われたことも原因にしています。この祝福婚家という詩は何も夫婦だけの在り方でなく、他者との関わり方全般に通じるものです。この時代にこういう優しいホッとする詩が生まれてくる土壌が残っていることは嬉しいことです。このような優しさの原点は仏教にありました。とりわけ法然上人の御教えにありました。宣伝するようになったけどね、まあ、それは受け取りに聞いてください。法然上人、私どこに出すら案内だね。法然上人は神は天皇から武士、庶民、遊女、盗賊に至るまで全ての階級の人々に等しく慈悲をおかけられてなられた
救いの道をお届けされたお方であります。これはお釈迦様ご出現以来初めての人だとも言われています。法然上人の念仏の御教えは、善悪を問うことなく、学問のあるなし、財のあるなし、罪の刑事を問うことのない阿弥陀如来様の発見にありました。現在は法然上人の御教えとは反対の方向へ進んでいます。私たちは法然上人の御教えをよりどころにし、お念仏に承認させていただきたいものです。賢くなることを教える世の中にあって、自らの愚かさに気づかせてくれる教えこそ念仏であると、そう伺っていただきますけどね。やっぱあんな賢くならない方がいいですね。肩肘張ったらありませんね。肩肘張らずに肩に張らまはまらないですね。そういう生き方、そういう生き方というのはね、大切にしていただけたらありがたいと思うんですね。時間を迫ってありませんのでね。この間ね、私どもの方にお説教に来てくださった、千葉県から来てくださったお嬢さんもね、最後にこんなお話してくださいました。どういう話かと言いますかね。これからはね、ハヒフヨホで生きてくださいってことになります。ハヒフヨホ。ハヒフヨホ。どういうことかって言ったらね、ハはね、半分でいい。半分でいい。なかなか半分ではいけないんで。だからね、欲を半分にしたら生き方は本当にダメになると思う。欲を半分にしたら本当に人生、限りなく落ち着いた生活が出てくるんじゃないかね。半分でいい。キーワードです。キーワードじゃないの。人並みでいい。人並みでいい。エロだろうとかね、それもなんか振り向けてると、そういうのだったら心臓だね、自然になるのはよいしょ、自然になるのは自然にやめたらよいよね、人並みでよろしいね、人並みでいいんです。ほわ普通で普通でいいんやん、普通でいいんですよ、普通がよろしい。平和、平凡でいい。みんな平凡いらんねん。平凡いらんねんけど、平凡ほど落ち着いた生活じゃないですよ。平凡でいいんですよね。こうは、ほどほどでいい。よしった。ほどほどでいい。ほどほどがよろしいのよ。こういう家庭不要でいったらね、本当にまあ、人生落ち着いて、エロその、ただってね、生きるということはなくなってくると思いますね。どうですか。ですからね、欲は必要なんですよ。欲がなかったら生きていけないの。そんなね、仏教はそんな無茶なこと言います。欲がなかったら、食欲っていうのがなくなったら、ぼちぼち、あの人危ないじゃん。食欲があるから、その体が失われて、健康を保持できるの。それは大事なんですよ。欲をね、僕の人にもお釈迦さんもね、欲をね、むさぼりすぎたらあかんです、ね。むさぼりとこぼれてしまうんですね。だからほどほどにですね。欲は必要であります。それは、欲というのも、ね、5つ大体、5欲と言われるんですね。食欲、それから睡眠欲、それから財産欲。財産欲もね、もう何でも欲しいというのなんけどね。ほどほどでいいってことですね。それが性欲、これまで大事なんです。それなくなったらもう子孫が繁栄しないんです、ね、それも大事、全てまあそれは大事なもんですけども、それをこうあまりに追求したら今度は逆になる、害になるということですね。ですからどうでまあそのようにそれを知っていただけたらと思うんです。まあ最後でございますけども、まあ今回のこの災害、地震、豪雨、温暖化、これはね、今の状態だったらね、これはもう止まりませんよ、ね。悲しい話だけどね、やっぱりまだひどくなっていると思います。今はね、見てたらね、対策ばっかしいじゃないですか。対策を壊せなあかん、対策を壊せなあかん、対策は大事ですよ。もう今となった対策はもう本当に大事です。
だけどなぜこういうような気象異常を引き出すような地球になったのか、ね、地球になったのか、それは人類の問題ですよね。だからもっと本当に言えば何十パーセント生活のレベルを落とせって言わんなってことです。それしかないんですよ。それもやっぱり資本主義の国やし、経済ということが中心で金が中心の国になっとるから、はっきり言わない、全然言わないでしょ。政治家も全く言わない。対策は言うてるけども、これをもしね、地球を子孫に正しく伝えていこうと思ったらね、と思ったらやっぱり我々の生活のスタイルをやっぱある程度改めなしょうがないですよね。それをはっきり言わないということは、ね、ありませんかな。特に日本とアメリカはね、あの環境問題に対しても離脱してますし、ね、そしてどんどん中国やらね、今まで後進国と言われたところがね、科学を発達させて、経済を発達して、大量生産、大量消費、大量放棄、こんな人たち地球持ちませんもん。もう一つ地球言います。養えない、ね、もうだからある指揮者はね、もうこのまま行ったら人間はこの地球にはね、やっぱり生きていけなくなるということは、うん、当然だと思いますね。だからそうならないように我々は、まあ、小さい力であってもできることをしていくという、それはまあプラスチックでも会社とかみたいなことを考えたりから ありますけども、そういうところに対してはやっぱりね、国が補助するとかして、プラスチックの量を減らすとか、ストローでね、私はストローなんて全然使いません。紙でも、残る紙全部使わせてもらう。皿の紙のほとんど使わないようにしてます。余ったところは全部使うようにして、できる、まあ、私らのできることはもう本当に少ない。レジ袋ももうほとんどもらえませんし、車の中にカバン入れたら、そこへ入れてもらうようにして、まあ、ささやかであります。まあ、私も京都やらあちこち行きますけど、もうタブレットとかそんなものは一切自分持っていたものを使いますし、それから2泊3日とか3泊するときは、そういうときはもう全然部屋に、片付けをもう一度してもらう。デートメイクとかね、そんなにしてもらわないようにして、できるだけ物を使わないようにということで、まあ、そんなことしかできませんけどね、そういうふうにして、できるだけまあ、子孫にね、地球というものは人間がおらん中で地球には関係ないですよ。我々が地球が健全でない限りはあかんということができないということでありますよね。ですから、本当に最後でちょっと厳しい話をさせてもらいましたけれども、そんな中を生きていく我々ですけれども、このお皿でちょっと覚えて帰っていただいて、やっぱりこの口ずさんでいただくのに、ね、御仏を頼まで何か頼むべき、御仏を頼まで何か頼むべき、浮きこと刺激世の中に。大きいことですよね。大きい辛いことです、ね、心配事、不安なこと、ね、恐ろしいこと、いろんなことが出てまいります。その時に自分の知恵で解決しようとすると仏様にお任せしていく。自分の能力なんて知れるんですよね。だから祈っていくということですね。他はこの、ね、地球が健全に後進のもののためにいけますようにという、そういう祈り、我々の祈りは小さいですけどね、小さくてもね、これはお経の中にあるんですけど、ハチドリというのはね、ハチドリというのは山火事でね、えらいことになった、山火事でえらいことになった、ハチドリはね、自分らの友達、動物みんな焼き死んでしまう。それで川行ってね、羽にね、水つけてると、山火事にはね、水かけてね、そんなもん、まあ、全然、ね、ダメです。終わりです。その時にね、そのけなげなハチドリのね、真心に応えて、天の神様がね、雨を降らしてね、それで、その東海がね、山火事がね、収
集まって動物が助かったっていう、そういう聖典にあるんですけどね。だから我々の思いは小さくてね、その思いをね、伝えていくという、だからもうこれからこれしかできないというものとみたいですよね。ご清聴いただきましてありがとうございます。それではこれで終わらせていただきます。お幸せいただいて、ご清聴お正十年ナムアミダブ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 。ありがとうございました。